さて今日もコメント読んでみようかな。ん？大山さんがいつも着ているデニムカバーオールみたいなものが欲しいんですが、もうちょっと気軽に買えるような価格帯で何かいいものありませんか？そっか、確かにこういった質問多いな。でもあのカバーオールなかなか最近じゃ買えないし、価格も決して安くないから、なかなか皆さんにおすすめしづらいんだよな。もうちょっと気軽に買えるようなカバーオールがあったらいいんだけどな。何かいいものないかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画ではデニムのカバーオールですね。これ結構僕も動画の中でよく着ていますし、すごく好きなアイテムなので、これまでいろんなものを買ってきたんですが、もうちょっと皆さんにも買いやすい価格帯で何かいいものがないかなと探していたところ、すごくいいものを発見したので、今回は皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。それはですね、こちらのアイテムなんですね。僕もですね、よく動画の中で皆さんに解説していますが、無印良品のアイテムになります。商品名は木の実から作ったカポックコンデニムカバーオールですね。価格が7990円ということで、かなり買いやすいですね、デニムのカバーオール発見しました。これはですね、実は僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で参加者の方から教えていただいたアイテムなんですが、このカバーオールですね、めちゃくちゃよくできてるんですよね。最近は僕の YouTube チャンネルの中でも無印良品のアイテムをご紹介すること増えてきました。以前に比べるとドベーシックなアイテムだけではなくて、今のトレンド感をうまくミックスさせたアイテムが無印良品の中にもちょこちょこと増えてるんですね。まあ全部がそういったアイテムというわけではないんですが、一部このようなアイテムが増えてる中で、今のトレンドをしっかりと反映したようなデニムのカバーオール今年発売になりましたので、今回はこちらを実際に買って着用しながら皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まあ先ほどもちょっと触れましたが、僕が着ているデニムのカバーオールは価格帯結構高いんですね。アプレッセというですね、ドメスティックブランドのもので、まあ、非常に人気が高いので、出てもすぐ売り切れてしまいますし、気軽に買いやすい価格帯ではないので、もうちょっと手軽なものをご紹介したいなと思っていたんですが、まさにこれ最適な一枚かなと思うので、今回はこちらをですね、取り上げながら、アイテムの特徴だけではなくて、どう着こなしを成立させればいいのか、このあたりまでしっかり解説をしたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか？まあ非常によくできてますね。着た瞬間ですね、これは皆さんにすぐ紹介したいなということで、まあ急いで動画を回しているわけなんですが、こちらはですね、身長164センチ、53キロの僕ですと、M サイズでちょうどよかったかなと思います。無印良品っていうと、サイズ感結構オーソドックスで、コンパクトなものもですね、これまでは多かったんですが、最近ですね、トレンド感をしっかりと踏まえたものも少しずつ増やしていまして、その流れを組んだようなアイテムになっているので、M サイズでもですね、しっかりとボックス型になっていまして、ゆとりもあるんですね。まあ、肩のラインを見ていただくと結構落ちてるのがわかるかなと思います。身幅もゆとりがありますし、着丈もですね、まあ、程よく長さがあるので、M サイズで今っぽいサイズ感がちゃんと実現できるところが、まずいいんじゃないのかなと思います。あとはデザイン的なディティールですね。まあ、ポケットがですね、こちら胸ですね、左胸についていて、腰にも2つついています。そしてこの脇腹ぐらいにですね、切り替えが入ってたりだとか、まあ、このあたりのディティールなんかもですね、最近のカバーオールの流れをしっかりと組んでいて非常にバランスがいいなと思います。まあ、無印良品のですね、癖のないデザインというところをうまく活かしながらも、サイズ感は現代的に仕上げてあって、非常にですね、使い勝手がいいような一枚になってるかなと思います。まあ、カバーオールというのは先ほどから何度かお伝えしていますが、ここ数年トレンド的なアイテムになっていまして、数年前まではもうガチのですね、デニムのカバーオールよりもちょっと大人っぽいような素材のもので、色もですね、あえてブラックだとかネイビーダークグレーのような落ち着いたもので作るみたいな流れがあったんですね。まあ、僕がグリーンレベルさんとコラボレーションをして作ったカバーオールもですね、まあ、どちらかというと綺麗めラインのですね、カバーオールだったかなと思うんですが、それがですね、最近ではデニム素材のガチのカバーオールも増えてきたなという印象で、だけどもカジュアルすぎないように大人見えするようなバランスでというところをですね、意識して作られているので、これはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。そしてもう一つですね、感じたこととして、
て大きいのは着た時のですね軽さなんですね。これコットンとカポックという素材のコンボ素材になっているんですが、このカポックというのがすごく軽量な素材なんですね。ですのでアウターっぽいような着心地ではなくて、シャツに近いようなすごくですね軽い風合いなんですね。このあたりは結構意外性がありました。まあ、デニムって結構ずっしりと重たい印象を持っている方、僕たち大人世代の中には少なくないかなと思うんですね。僕も結構そういった印象があったりするんですが、かなり軽いのでこれは結構驚きでしたね。僕も G ジャンとか好きで持っているんですが、 G ジャンの方が丈短くて軽そうなんですけど、こっちの方が軽いぐらいですね、かなり着心地がいいので春にはぴったりのそんなアウターになってるかなと思います。色なんですが、僕の持っているデニムのカバーをですねちょっと持ってきましょうか。まあ、アプレッセのものと比べるとですね、まあ、こちらはしっかりとこう加工が入っていまして、まあ、ヴィンテージ感あふれるようなアプローチになってるんですね。それに比べるとやはりですね色合いとしてはちょっと濃いめで大人っぽいような雰囲気に仕上がってるかなと思います。他にももう一着ですね、グラフペーパーというブランドのカバーオール持ってるんですけども、そちらはですね割とこうウォッシュはあんまりかかってない形なので、まあ、そちらに近いような雰囲気になってるかなと思います。まあ、このあたりは好みですね。ちょっとこうヴィンテージ感あふれるですねガチな雰囲気ですねを出したいのであれば、こういった色落ちしてあるものがいいかなと思いますし、まあ大人の男性がクリーンに着るのであれば僕は断然こちらの方がいいかなと思います。これは完全に趣味の世界、通な雰囲気が出ていて僕はもう大好きで、去年買ったものの中ではベストバイだと思うのがまさにこちらなんですが、まあ値段も高いですし、なかなか手に入らないですし、ちょっとカジュアル見えするというところでは、まあ無印良品すごく押しやすいんじゃないのかなと思っています。ただですね、気をつけるポイントがあって、やっぱりデニムのカバーオールというのはデザインですとか素材使いで言ってもやっぱりかなりカジュアルなんですね。春のライトのアウターとしては、まあ、丈そこそこ長さがあるのでそんなにドカジュアルにはなりすぎないんですけども、合わせ方次第ではすごく子供っぽく幼く見えてしまって、大人の男性が来た時にハマりが良くなかったりするので、どう着こなせばいいのか、このあたりが重要になってくるかなと思うので、この後実際にコーディネートもお見せしながらですね、どう着こなせばいいのか、このあたりもしっかり解説したいなと思います。はい、ということでちょっと画角を変えまして、全身をですね皆さんに見ていただきたいなと思います。僕の中ではこの着こなしが一番再現しやすいかなと思うので、まずはこちらから解説したいなと思うんですが、まずこのデニムのカバーオールですね、先ほどお伝えした通り少しカジュアル感のあるアイテムなので、その下にはですねストライプ柄のシャツを着てみました。まあ、このようにシャツという襟型のものを入れることで、デニムの持つカジュアルさを少しですね切れ目方向に振ってあげるのが、まあ、一番バランスがいいかなと思います。まあ、特にこういったブルーベースのですねストライプシャツだと、デニムのですねインディゴブルーとの相性もすごくいいので、一番しっくりくるかなと思います。で、襟元から白 T シャツを見せて少しですね軽快さを出してあげるとよりバランスがいいかなと思います。そしてカバーオールに合わせるボトムスなんですが、やはりですね僕が動画の中で何度も何度も擦り倒しているブラック系のイージーパンツですね、これが一番相性がいいと思います。まあ、デニムの持つカジュアルさをブラックのパンツでギュッと引き締めるというのが、まあ、すごくわかりやすいですし、なおかつ簡単にできるので、まあ、ぜひ皆さんもこのような着こなしですね一つ参考にしていただきたいなと思います。で、足元なんですが、まあ、このようなデニムのカバーオールを着る機会というのは、まあ、これから先春になると思うので、首元の白 T と足元の白系のスニーカーでリンクさせてあげると、まあ、軽快な雰囲気は出せるかなと思うので、このような着こなしを組んでみました。カバーオール自体はすごくですねカジュアルなんですが、まあ、それ以外のですねシャツだとかブラックのパンツというところで綺麗めの要素を足してあげれば、結構大人世代でも簡単に着こなすことができるので、ぜひこのようなスタイリングも参考にしていただければなと思っています。ちなみに OK の着こなしだけではなくて NG の着こなしもちょっとご紹介したいなと思うんですが、まあ、このデニムのカバーオールがすごくカジュアルなので、この下にフード付きのパーカーを着るみたいなスタイリングですね、これもですね意外と合うのはあるんですが、ちょっと子供っぽくなりすぎてしまっていて、まあ、30代後半から40代以上の大人にとっては少しこう見た目とのギャップが出てしまうかなと思うので、まあ、シャツみたいなアイテムがより使いやすいかなと思います。もしくは丸首のニットですね、このあたりも使い勝手がいいのでトライしていただきたいですね。あとはボトムスですね、これもですね例えばベージュのチノパンみたいな形で合わせてしまうと、もろアメカジ感が強くなってしまうので、そうなるとちょっとカジュアル見えしすぎてしまうかなと思うので、
まあ、ブラックのパンツですとか、他にはですね、もうちょっと爽やかなホワイトだとかオホワイト系なんかも相性がいいので、まあ、この後着替えながらお見せしたいなと思います。まあ、靴に関しては今白レザースニーカー合わせてますが、他にはニューバランスのスニーカーとかで少しカジュアル要素を足してもいいと思います。まあ、ボトムスが黒かったりだとか、少し綺麗めな要素さえ入っていれば、もうちょっと靴はカジュアルさがあっても問題ないかなと思うので、まあ、そのあたりはお手持ちのもので試していただければなと思います。せっかくなのでもう一パターンですね、着こなしを皆さんにご紹介できればなと思っています。はい、着替えてみましたが、いかがでしょうか。だいぶ雰囲気は変わったかなと思います。アウター自体はですね、全く同じものなんですが、まずはボトムスの色ですね。先ほどはブラックで引き締めるみたいな形で皆さんにご紹介しましたが、今度はですね、このインディゴブルーと相性がいいですね、ホワイト系のデニムと合わせてみました。僕はですね、ブルーですとかネイビーとホワイトのですね、合わせ方がすごく好きなんですね。ちょっとマリンテイストでもありますし、清涼感があってすごくバランスよくまとまるので、今回は白系のですねデニムと合わせてみました。まあ、上下でしっかりとコントラストをつけてあげると、より春らしい雰囲気が漂うかなと思います。そしてこちらのカバーオールの下には、先ほどはシャツを着ていましたが、丸首のニットですね。色はですねミディアムグレーぐらいですかね。こういったものを合わせてみました。まあ、今時期でもですね、割とこう日中暖かい時にはニットを着て、下にですねヒートテックだとか暖かい系のインナーを重ねて着れば、割とですねカバーオールで過ごせちゃうという方もいらっしゃるかなと思います。冬のアウターにちょっと飽きてきたかなという時には、こういったデニムのカバーオールをですね、うまく使いながらですね、春らしさを出していくのもいいかなと思います。まあ、先ほどもお伝えしましたが、フード付きのパーカーよりは断然丸首のニットの方が大人っぽくまとまるので、デニムのカバーオールの子供っぽさをうまくですね、中和することができるので、まあ、ぜひですね、お手持ちのニットと合わせていただきたいなと思います。他にはブラック系ですとかネイビー系のような濃い色のニットでも相性いいと思います。上半身は割と濃い目の色合いでまとめて、ボトムスはホワイトで少し爽やかさを出していくっていうのがすごく合わせやすいかなと思うので、トライしていただきたいなと思います。で、足元なんですが、先ほどは白系のレザースニーカーですね、僕の動画の中でも大鉄板のアイテムをご紹介しましたが、今回は白パンとの相性を考えてグレーのニューバランスを合わせてみました。まあ、カバーオールみたいなカジュアルなものと、あとはニューバランス、結構ですね相性がいいんですね。この2つもですねすごくハマりがいいので合わせていただきたいんですが、まあ、その代わりボトムスはホワイトデニムだとか、あとはニットのような少し小綺麗なものを入れてあげるとバランスが取れるんじゃないかなと思います。あと合わせ方としては、デニムのカバーオールに対して本当に同じような色味のですねデニムを合わせながらセットアップを組むみたいな方も中にはいらっしゃるんですね。まあ、おしゃれ上級者の方に多いんですが、なかなかですね僕も含めて一般的な大人の男性にはその着こなしは結構ハードルが高いかなと思うので、できればブラックのパンツで引き締めるのか、もしくはホワイトのパンツで爽やかさを出すとか、この2つで方向性を決めていただくとすごく分かりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では無印良品の新作となるデニムのカバーオールですね、これを実際に購入をしまして、様々な着こなしも含めて皆さんに解説をさせていただきました。一言で言うと、めちゃくちゃよくできています。このようなカバーオールみたいなアイテムはここ数年じわりじわりとトレンドに浮上してきているわけなんですが、ようやくですね買いやすい価格帯のものも増えてきたので、その中でも無印良品はかなり良かったなと思います。ところがですね、ここで一つですね皆さんにお伝えしたいことがありまして、デニムのカバーオールなんですけども、無印良品ともう一つですね一大勢力がありまして、これもまたなかなか良さそうなんですね。まあ、画像を見ていただきたいなと思うんですが、ユニクロにもですね似たような雰囲気のですね UTT ジャケットですね、まあ、デニム素材のものが発売を控えていまして、これも良さそうなんですよ。無印良品の方がまあ割とですね色は濃い形になっているんですが、ユニクロに関しては割とこう僕が持っている私物のもののように少しですねウォッシュのかかったような色合いになっているので、これまた良さそうなんですね。なので2つを比べながら買うという選択肢もあるかなと思うんですが、そうこうしているうちに無印良品のものの在庫がなくなる可能性もあるので、大人っぽく上品に着たいのであれば無印良品、少しカジュアル感出したいのであればユニクロを待つのもいいかなと思うので、このあたりも頭の片隅に置いていただきたいなと思います。またそれだけではなくて、デニムのカバーオールが僕自身好きすぎて、今オリジナルでですねデニムのカバーオールを作っているので、まあ、そういったものも含めて
て結構選択肢はいろいろあるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね気に入ったものを買い揃えていただければなと思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドのアイテムに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行ってるんですね。まあ、そちらの方では皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからチェックをしていただきたいなと思っています。また僕の動画って結構長いかなと思うんですが、まあ、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくてですね写真と文章ベースで今日のおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説なんかをですね毎日お届けしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。まあ、それだけではなくて参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。